くみんです。みんなでお散歩来てます。でココちゃんとくみんとパパとももちゃんなんですけど、実はお散歩中にかわいい氷を見つけたので、今パパが買ってくれてます。ココちゃんと待ってます。ももちゃんと今ね、ドッグカフェなので、ももちゃんと2人で買いに行ってくれてます。お散歩中に見つけたのでね、ぜひ皆様にねご紹介したいなと思って。ココちゃん、くん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 、今来るよ。ねパパが連休だとこういうこともねできるんですけど、ちょっとね今日暑いかな。大通りに面してるので音が大きくてごめんなさいね。おおほほほ、いろんな音がする。ココちゃん触るよ。ココちゃんお散歩中です。よいしょ。ちょっとね、アイス来たらこれでちょっとショート撮ってきますね。これから夏はね、ワンちゃんはねアスファルトの上、特にねこのダックスちゃんはね、お腹が地面からね近いからね、熱々なんですね。でもね温暖化ですね、こんなに暑いと思わなかった。ちょっとね氷サクッと食べて、店内でも食べられるんですけれども、ちょっとね動画回したかったので、あ母行ってきたな。よし、ちょっと今氷が来るから待っててね。ねえどんなの来るかね、ココちゃん。もうちょっとでできるかも。店内もねやっぱりまだねドア開けっぱなしでね、クーラー効いてなさそうな、今ね日陰にずっとね日陰を歩いてきたのでね。で朝ね、今まではね7時ぐらいまでお散歩できたのに、今5時ぐらいでも暑いですもんね、夏はね。そう、ほんと温暖化。まだかな。今一生懸命ね可愛いかき氷を作ってくれてます。でね、何種類かあるのかな。で今日1種類皆さんにご紹介して、でその後、ショートで、その後ショートでね、メニューがそこにあるんですけど、チュロス、チュロス、チュロス、なんだろう、チュロスとかき氷もいろいろあって、ワンちゃんの顔は2つかな、クマさんかな、クマさんなんだかワンちゃんなんだかね。どれパパ買ってるかな。パパちゃん、実は朝お散歩して今日2回目なんですね。でも出かけるっていうのが分かるんですね。もう玄関行っちゃって、もう出かける気満々で、あ涼しい風が吹いてきた。おー今までね、そうですね、お散歩ぐらいでね、リーマパパが休みの時にどっか2人で出かけるということもなく、子供たちがね行けるところで、リーマパパも私もペーパードライバーなので運転はもうしないので遠出はしないんですね。そう、先代のココとワンタはワンワンペンションに結構みんなでね集まって、ココちゃんワンタの兄弟とかね集まってね、毎年夏とか旅行行ってたんですけどね。あきん来るぞ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 。でもね、ココナが歩けるようになったからね、嬉しいですね。どんなワンちゃんが来るのかなね。え。あき
来たー、こんな感じでーす。ちょっとパパ持ってて、はい、はい、パパの手貸して、はい、じゃあちょっとこっち側でパパが入るな。え、こっち側に、こっちの下に出してもらおうかな。よいしょ、はい、うん、もうちょっと、もうちょっとこっちにちょうだい、ここに。ああ、そういうことね。さあ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 、はい、2万パパの手が入る。いいですか。いいえ、いいえ、かわいい、かわいいね、うん、あ、ありがとうございます。あ、すいません、はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ちょっとパパ持ってて。ありがとうございます、すいません。中でも、あ、ありがとうございます。 あ、はい、ありがとうございます。椅子を、ね、開けてくださいました。ちょっと一口だけ、はい、すごいですね、かわいい。いただきます。うん、おいしい。じゃあこれをいただいてお散歩から帰りたいと思います。それでは皆様、ハッピーラッキーなお休みを。ではね、いろんなの食べて帰ろう、うん、パパありがとう。ももちゃん、はい、ももちゃん映んなかったけど、ももちゃんもいます。はい、じゃあ後ろ姿だけ、うん、はい。それでは